さあってことで、ね、食べてきましたけどね、まあうちは安定の安定なのかな、うん、マックグリードルですね、ソーセージエッグですよ。いやー豪華にしました、520円。いやってことでね、がっつり食ったし、ただね、予定時間調べとったらね、思ったよりも余裕がありすぎるというか早く着きすぎてしまうんで、まあぼちぼちとゆっくりと下道でね、明白ほど走るのと噛みつけから行った方が、でも噛みつけから先のそっちの道の方があんま走らんから、うん、面白いのかなこの動画的にも。なんかもうめんどくさくてずっとこのままの価格できそうだけどね、マグトさんと、うん、前にするとね、やっぱねマイクの音ひどいがね、拾わんでよ、うん、俺の声はいいんだけどね、うちちょっと声が通るやん、うん、なんて言ったらいいの、圧が強いというか、はい、うん、ね、はい、大丈夫です、自覚ありますんで、うん、うん、なんですけどね、うん、なかなか一般の人の声を拾うのとマブピーマブピー、あ、ここも青木できとるんや、うん、薬の青木えぐいな、青木はなんか冷凍食品に買う店なんてですよ、冷食を安い、あ、安い、うん、アイスは高いけど、いや、俺薬の青木だってさ、うん、うちの親父なんてこの前青木スーパーって言ってたから、あ、うん、これ青木スーパーで買ってきた。え、なんで青木スーパーまで行ったのって思っとって、うん、四日市にねえよなと思って。一応そういう茶番ネタをうちの動画でやったことあるけどさ、うん、まあ親父が見てるはずもねえし、うん、あの伊賀店ってあるやん、うん、青木スーパーって。あ、そうなの、いかって あの岡崎の方みたいな、 Yes, that's right、 なんやけど岡崎伊賀店ってしてなくて伊賀店って名前だもんで、うん、あ、これは三重県についに伊賀店ができたんですね、では早速行ってみましょう、なぜか岡崎伊賀店出るなとかっていう動画撮ったことあるんやけど、うん、なんでだなと思ったら薬の青木のことやった、うん、あの今できてる青木ってさ、だってほぼスーパーマーケットやん、うん、俺もだってあの小物のさ、うん、ところ行ってきたけどさ、えぐいべ、小物の青木、はい、本当もうあの売り場の8割方生鮮食品と食品やで、ああ、うん、でも青木でもやっぱ違うな、入れ方、力の入れ方とか、だってあのあそこにできてんや、昔泰山やったところ、ちょっとわかる、どの辺だろう、小物のピアゴわかる、あ、わかる、うん、うん、で、小物のピアゴ の、うん、あの交差点 の隅のところにさ、昔、はいはい、パチンコ屋さんがあったやん、 あ、ね、うん、あそこ薬の置きになって、あ、でもすごい、すごい近くじゃん、近くというか、もはやもう敷地内みたいな感じだよ、本当に、そうだよね、うん、あの四隅の角のところにあったのが、そのまま薬の置きになって、ほぼほぼ売ってるのが生鮮食品だから、あ、で、トップバリューやん、うん、売ってる生鮮食品が、あ、確かにあるね、えぐ、えぐ、えぐ、そんなに負けるなピアゴと思ったけど、うん、お弁当の値段がさ全部100円安いのよピアゴより、うん、やっぱり圧倒的クサクサがついてるって、あそこ行ってみたいな今度、うん、そこまで食品特化なの見たことないよ、入った瞬間だってもう完全スーパーマーケットやるな、あ、うん、そうなんだ、うん、で見ていくと、あ、あれもあるわって感じ、うん、まあ、もし三重県はさ、何がさ、良くないってさ、特に四日市でいいけどさ、まだもその傾向あるけど、町の作り方が、港側にどうしても市街地があって、うん、山側に住宅地を作ったやん、うん、結果的にさ、うん、もう一般的な人たちのそのルートで行くと、うん、朝日に向かって出勤して夕日に向かって退勤してくるよ、うん、事故増えるよそりゃ、だって、うん、逆に作ってあったらさ、この眩しくない方に行く人が多いわけやな、うん、やけど基本的には朝に出勤して夜にね退勤するっていうことを前提とするならば、
これは。そうだね。うん。こんなところに曲がってくる。いいか。エンブレム黒塗りしてあったんだ。そうするとわからん。なるか。あ、これ。なるほど、真っ暗だね。真っ暗だね。滋賀はね、伊賀は大丈夫でしょ、うん、大丈夫だよ、一応チェーンは積んできてあるけど、あー楽しい旅の始まりだ、楽しまなきゃね、今年はちゃんと楽しみながら動画をね撮っていかないとね、まあまあ去年も何やかんや楽しんでましたけど、ああもうあのなんだっけニコニコの方は、うん、YouTube 分のは全部もう出せたかな、あ出した、うん、でも今度はもう並行して、ね、今ずっと並行して出してる、いやこの作業はね、まあまあしんどいだよ。千本以上なんだけど。千本超えてるよ。ね、YouTube のメインチャンネルだけで1300本超えた。うん、でサブとかいろいろと合わせると1500は超えてるのかな。うん、まあまあ数取ってるよ。野望としては実は今年2000本乗せたいなと思ってるけど、結構さすがにきついかなと思ってる。1日2本ペースだ。2本ペースと、うん、だから正月から結構ハイペースで動画アップロードかけとるけど、さすがにねネタ撮ってあるのは量は撮ってあるんだけど、編集する時間がね、今はいいけどさ、正月休みとかだったらできるんだけど、あの平日にねやろうと思ってなかなかしんどいからね、作業環境を整えるとかそのあたりもね大事なんだけど、うん、うん、どうしても腰が痛なってくるしね、うん、ずっと座りながらやってると体バッキバッキになるもん、うん、で普段の仕事でも結構体バッキバッキやからさ、うん、あそうすると毎日に動画を2本編集するのがなかなか大変、うん、うちの場合は撮りだめができるから、うん、撮るのはなんとかなるんだけど、うんまあ、結果的にだから今そんなあのもうほぼほぼゴールデンウィーク分ぐらいまで動画の撮影ができちまっとるというのはそういうことだ、うんうん、でそのニコ動と上げるのにね何が大変かっていうと、これは多分他のクリエイターさんは絶対気に入らないところだと思うんだけど、うちって動画のストックをめちゃくちゃ作るタイプなんよ。で今じゃあ何日の動画まで毎日投稿分作ってあるかっていうと、2月の3日が4日まで作ってあったっけな、うん、作ってもアップロードかけてある、うん、YouTube の方はもう予約みたいな、そう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 、うん、編集してエンコードして出力して、うん、でそれをもう YouTube の方はもうアップロードかけてある、だから今40本か45本ぐらい、うんうん、1日2本投稿する日も入ってるからね、のところも全部もう埋めてあってやってあるから45本ぐらい実は今予約済みないよ。ないけどニコ動の方って最大10本までしかできないのか、これがねなかなか大変でね、だからあのニコ動はニコ動で別にまたアップロードかけなあかんから、
それが忘れそうになる。でこれがまた毎日結局20分とか時間かかるから地味に大変なんだよ、うん、20分ぐらい待つのやっぱ、うん、エンコードってアップロードからエンコード待ちとか、うん、なのでまあ大体4、5本まとめてあげるようにしとくけどな、うん、やっぱ地味みたいで、ただニコ動の方法が正直相性がいい、その何視聴者受け取るかどうかは別よ、うん、人気がないのは分かってるよ、ただニコ動の方法がちょっと認知度上がってるのかな、結局アップしてる人の量が絶対的に少ないのと、こんだけ高頻度でアップロードしてるから目につきやすいから、うん、